美しい海。その海水は上原愛の塩と成分的には全く一緒だという。いやらしくヒダを波打たせる生物がいた。キクモンホジリウオだ。体についた模様はすべて尻の穴だという。それも水色だ。そのため一度に排泄するクソの量は魚類でもトップクラス。1位は柴田。本物の祈祷だ。独特な模様。タトゥーの本場アメリカでは自分の一物を青ウミガメにするのが昨今の流行だそうだ。ウミガメが大きな海を精一杯に泳いでいく。その様を英語でザーメンペダリング。卵子を求めて力いっぱい動く精子になぞらえてつけられたそうだ。